マーシャル軍はアメリカ合衆国入りの一州に位置する軍である。2015年現在人口は約1万1980人である。ここの軍庁所在地は W ・ラコン入りのイである。アメリカ合衆国統計局によるとこの軍は総面積1032平方キロメートルである。このうち1000平方キロメートルが陸地で32平方キロメートルが水地域である。 総面積の3.12%が水地域となっている。2000年現在の国勢調査で、この群は人口13,180人、5,225世帯及び3,720家族が暮らしている。人口密度は13平方キロメートルである。6平方キロメートルの平均的な密度に5,914件の住宅が建っている。 この軍の人種的な構成は、白人98.19%、アフリカン・アメリカン0.35%、先住民0.22%、アジア0.25%、太平洋諸島系0.01%、その他の人種0.25%、および、根結0.74%である。ここの人口の1.05%はヒスパニック、またはラテン系である。 この群内の住民は23.50%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が7.20%、25歳以上44歳以下が25.60%、45歳以上64歳以下が24.90%、および65歳以上が18.80%に渡っている。中央値年齢は41歳である。 女性100人ごとに対して男性は96.00人で、ある。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は94.70人で、ある。この軍の世帯ごとの平均的な収入は41,576米ドルであり、家族ごとの平均的な収入は48,061米ドルである。男性は35,765米ドルに対して、 女性は2万1452ベイドルの平均的な収入がある。この群の一人あたりの収入は19065ベイドルである。人口の5.60%及び家族の3.80%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の6.90%及び65歳以上の5.40%は貧困線以下の生活を送っている。 ありがとうございます。